リモートニュースの時間です。留年しました。 CIA には新入社員が会社の何たるかを理解するために1年間編集・制作をする社外報言い訳すんながあります。今月号は卒業試験も兼ねて制作をしていましたが、4回目となる卒業試験は見事に落ちてしまいました。来年もよろしくお願いします。以上、リモートニュースの時間でした。